は過去もにぎにぎしくご来場を賜りまして、行列至極に存じ上げまする。私ども一座は平成19年に中央区は新富町で旗揚げをいたしまして、おかげさまにて17年、この鉄砲水なり神社例大祭公演も今年で15回目と相なりましてございます。これもひとえに皆々様方からの温かいご支援ご協力の賜物と、心より熱く熱く御礼申し上げる次第にござりまする。役者は中央区の小学生、歌や三味線、お囃子は卒業生、子供たちのお父さん、お母さん、そして近所のおじさん、おばさんと裏方一同に至るまで素人衆で務めなすれば、おめまだるきところは行くえにもご容赦のほど、伏してお願い申し上げまする。さて本日の番組幕開きには、寿四季三馬草、国土安泰、天下太平、五穀豊穣をお祈り申し、めでたく踊らせていただきます。義太夫は滝本矢野太夫社中におります。続きましては義経千本桜吉野山、桜満開の吉野山山中、静か御前のお供をする忠信が、実は小狐の化けた姿で静か御前の持つ鼓の皮となった親狐を慕うという歌舞伎の名場面にございます。義太夫は引き続き滝本矢野太夫社中によります。さて論じ軽視はと、おしまいには4人の皇族たちがずらりと並び、七五調の名調子で連ねる、皆様よくご存知の白波五人男稲瀬川勢ぞろいの場にございまする。本日はこの豪華三本立てにて一同未熟にはございまするが、心を合わせ一生懸命相務めますれば、花の大江戸の新富田子供歌舞伎ごひいきを引き立ての報道、隅から隅